もこんばんは、MNK サンドのモンキーと副代表です。はい、ここら辺にいっぱいごしゃ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 とありますけども、今日は久々の、まあ、ラジオワークということでゆったり聞いててくださいな。はい、今日は、この間ね、緊急事態宣言も明けて、なんか温泉行きたいねってなりまして、自粛は疲れた。はい、ということで、鬼怒川温泉、近隣なんでね、そう、茨城なんですけど、隣のね、栃木の鬼怒川温泉に行ってまいりまして、はい、まあそこのことでも話してこようかなと、ゆったりとしてきました。はい今回ですね、鬼怒川温泉、鬼怒川御苑、大江戸温泉鬼怒川御苑かな、というところに行ってまいりまして、はい、単刀直入に言うとすごく良かったんですよね。ちょうど行った時に北海道フェアがやってて、ああそう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 、朝ごはんと晩ごはんがバイキングなんですけど、うん、ちゃんとその北海道にちなんだものが出るんですよ。そうね、海産物はもちろんザンギとかも出たし、うん、知ってます、ザンギ。ソフトクリームもねウェルカムサービスであったしね。あ、そうそう、なんか最初にこうまあ駐車場止めて、で荷物置いてってやった時に一番最初に目引いたのがそのウェルカムソフトクリームみたいな。そう普通ウェルカムドリンクってあるんだけど、ソフトクリームってなかなかない。なかなかないよね。ウェルカムソフトクリームって言って、それこそ本当に北海道の雪印パーラーで、わかんねえか雪印パーラーっていうすごいね、スイーツ屋さんがある、すごい美味しいところがあって、はい、に匹敵するぐらいめちゃくちゃなんか乳脂肪分が多いのかな。すごいコクがあって美味しかったよね。すんごい美味しかった。ミルク分がすごいあるクリームが、ソフトクリームが無料で何杯でもいけますよっていう。いくらでもレバー引いてくださいって。ガンガンみんなやってるからね。俺がやった後ぐらいに切れた。そう、一回メンテナンス。で。まあ、それを食べて、まあ、受付して部屋行ったんですけどね。まあなんか面白い作りでね、3棟あって。そう、本館、旧館、新館みたいな感じですね。あ、そうそうそう。で、まあその行く道中でなんかちょっと車でね、つまんで行けたらなと、なんかポリポリつまみながら行こうかなと思って、うん、探したのが、まあここにザサッと置いた中の2つぐらいなんですけど、うん、これ見たことある、こんなノスバーガーポテト。いや今回その鬼怒川の道中で買ったから、うん、ここで紹介してるけど、うん、普通これ個別で動画にしようかなと思ったぐらいのやつだからねノスバーガーポテトなんて実物買ってきて比較したいよねこれ開けないで置いてくるこれ見たことなかったからさ。それどこだっけ、セブン、ローソン、これはねファミマ、どっかのサービスエリア。サービスエリアやってないよ、サービスエリア。だってこれもだもん。それ帰りじゃね、やったの。帰りだっけ多分。でもポリポリ食おうって言って買ったのはそうなんだけど、食わなかったんだよね、うん、これ。あとね、これも見たことないじゃん、うん、こんなん。確かこれもサービスエリアだと思うんだよな、だと思うんだけど、これね、ペヤングのせんべいってさ、見たことある？群馬限定って書いてあったの。群馬には行ってないんだけど、栃木だから隣だからね、群馬のやつもあんだけどさ。やけどに注意する必要なしって書いてある。そうなんだよ、ごめんね。やけどに注意する必要なしって書いてある。生地に乾燥キャベツをたっぷり練り込み、ペヤングソース、焼きそばのソースと火薬の風味も忠実に再現した食べ応えのある大判揚げせんべいです。もう情報量がすごいな。ペヤングソース味のせんべいってね、はい、まあいうものがありまして、まあこんなもんをね買ったりしてたんですけど終わった。まあそんなこんなでね、ホテル着いて温泉入ってってやったんですけど、今回まあ温泉メインとしてなんかゆっくりしましょうかねって言ったんですけど、はい、バイキングがすごくて、まあ写真後で載っけとくけど、140種類やった。
そう、なんかそれぐらいあって、で最近ね、こうコロナ禍の影響によってバイキングもあの手袋をつけてトングで取ってくださいってなるんですけど、うん、まあみんなちゃんと守ってたんで、でそれでまあホテルだとよくあるこうバイキングの中にあのキッチンコーナーみたいな、あーライブキッチン、ね、ライブキッチンがあって、うん、ここでやりますよ。ステーキがあり、うん、カニがあり、カニがあり、こっち側だとなんだ、ラクレット、ラクレットでねチーズやったりとか、目の前でジュワーってチーズ削ぎ落としてくれるんですよ。なんだこれはだからホテルの朝食とかね、ホテルの晩ご飯の中でも結構最上級クラスのものが出まして、うん、朝も夜もちゃんとあのお魚が用意されてて、夜だと海鮮丼が作れるように、うん、あのいろんなネタがね、そうそうそう、用意されてたり、お刺身の盛り合わせ的なのもあったしね、すごかったね、うん、朝なんかラーメンの食い倒れ、違う、食べ比べ北海道ラーメンの食べ比べっつってコーナーがあって、そこに行くとあの味噌と醤油と塩があるので味を伝えた後は、うん、もう好きな具材を自分で乗っけてねっていうスタイル。すごいよね、うん、あのね、旭川醤油とかあるんだけど、醤油、まあ、塩も味噌も、まあ、その3つぐらいは大体北海道に、豚骨はね九州の方だけど、うん、大体あるんで、それで食べ比べできる、しかもちゃんと一杯がちゃんとしてる、そうそうそう、ちゃんとしてる麺、ちゃんとしてるスープで、うん、すごい美味しかったんですけど、でまあね鬼怒川でゆっくりしまして、でまあ、日光には行かなかったんですけど、その鬼怒川からちょっと違うところを見に向けて、こういろんなホテルのところに PR のチラシみたいなの置いてあって、ね、うん、パンフレットね、パンフレット置いてあってバーって見てたら、なんか入場無料の牧場が近場にあると、はい、うん、でそれが、まあ、千本松牧場、はい、那須塩原ですね、那須塩原のところにあって、ああ那須塩原だったら近いじゃん、じゃあ行ってみっか、カーナビにポン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 って入れて行ったら、いろは坂みたいなところに連れてかれ、めっちゃぐねぐね道で登って、そうでまたぐねぐね道を下って、そう HP0 で酔いやすいタイプで、俺はそんなに車では酔うことなくて、船はちょっと酔うけど、あ車で酔ったことなかったけど、結構上に行くまでは気持ち悪かったな。ただその道中に野生の鹿を見たんですよ。ああ、いたね。もう完全に気分は水道の鹿だって言ってね。鹿でした。すごい急に、わあ鹿だって言うから、うん、眠気も何も全部冷めるようなぐらいのテンションで言った。でしかもキョトンとした顔で見てどうすみたいな何言ってんのみたいな。まあ野生のやつがいるぐらいのね、うん、山道、すごい山道を通ってって、クマじゃなくてよかったよ逃げるしかない。いや本当に残り 150m ぐらいまで牧場見えなくて、うん、そう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 、本当にあんのっていう。那須塩原って牧場がすごい多いんですよ、うん、それこそ林道湖ファミリー牧場も那須塩原ですし、うん、あの他にもいろいろ有料の牧場がいっぱいある中で、入場料も駐車場の代金も完全無料っていう牧場がその千本松牧場だった、うん、なかなかないよね、うん、こうすごい広いだだっ広いスペースに駐車場があって、うん、受付もしなくていいしね、うん、そのままそのままスタートなの、そうそう、うん、で至る所に動物がいて、牛が放牧されてたりとか、お馬さんがいたり小動物がいたり、うん、ちょっとしたアクティビティができるところがあったり、がっつり昼ご飯はもうジンギスカン食いましたけど、そうジンギス館とかでジンギスカンってところがあったんですよ。不謹慎かと思って。でもあのね、すんごい美味しくて、そう牧場で食べるジンギスカンなら背徳感。あーまあまあそうね、だってジンギスカン食べた後に物見てますからね。そう、ただ俺水族館で海鮮丼食ったことあって大笑いのやつで、そう、ダチョウ国行っただけでダチョウの肉食ってるからね。背徳感もあったもんじゃねえと思って。でも美味しいものはいいんです。そう、あのジンギスカン、まあ、久々に食ったんですよ。それこそ札幌の、朝日ビル園だっけ、あれキリンビルだっけ、あれは札幌、札幌ビル園だっけ、うん、そのまま札幌ビル
札幌ビール園っていうね、あのそれこそ本当に札幌にあるビルの中にあるんだよね、うん、ビアガーデンみたいなところで、ビアホールか、うん、ビアホールみたいなところでジンギスカンを食べた以来か、うん、でジンギスカン臭くないだからね。そう、あそこは生ラムでね美味しかったんだけど、うん、なんか今回のところもすごい美味しかったよね。そう、全然あのちゃんと空調が効いてるせいか匂い移りとかもなく、うん、なかったね。そう、食べられましたね。服が臭くなってなかったっていうのはすごいね。ジンギスカン食べたことある人は分かると思うんですけど、尋常じゃなく臭いんですよ。尋常じゃなく臭いの、ね、すぐファブリーズじゃなくてすぐもう洗濯槽にダンクしたぐらいの。洗濯と風呂髪の毛まで全部匂いするから。そう、なんだろうね、あのうわって癖のある匂いだと思うんだけど、でも今回の本当に何も癖もなく、うん、で肉もこう野菜の上にドンって一盛りしてあって、うん、あこれぐらいなのかな、すぐ食えんのかなと思ったら結構量あって、そう野菜が多い野菜が多いし、なんか肉も見た目よりもはるかに多い。そう、うん、全然臭みなくてね、美味しかったね。1600円だけどあれはもう十分満足できるぐらいの、うん、そう大変美味しいございます。あ、本当にラム肉がダメだなっていう人だったらビーフもあるしね、うん、牛肉だったりあの鶏肉、豚肉だったりちょっと違う肉でもあったので、うん、楽しめると思います、うん、でそこのね牧場がすごくて、うん、あの本当は最初ずらっと回るだけかなと思ってシェリーさんに全部任せてたんですよ、プランを。うわーってもう解き放たれたシェリーさんですよ放牧場ってあいつ大丈夫か、帰ってこれっかみたいなヤギーとかうまーとかシェリーさん大体こう物を見たものを全部口に出す習性があるから子供みたいだから買い物行った時にさ、いちごーって言うと、あ買うの、買わないって買わないんかよ、なんか欲しいのかなと思っても違うんだよ、ただただ口に言ってるだけなんだけど、今回はね、乗馬がしたいってね、シェリーさん。そうなんです、うん、長年の夢の乗馬がしたい。ポニーは乗ったことあるんですか？私もポニーは乗ったことあるんです。で、今の体重でポニー乗ったらポニーが潰れるんで乗るって言っても、そのパドックを一周するレベルの話ですよ。なんかの想像、2人の想像ではなんかパッカラ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 っていうのを、そう、もう3キロぐらい、あ3キロでもね、毎週のようにこう競馬をね、うん、G1 やってて見てて、3000メーターか、3000メーターなんて一瞬だし、もう2分ぐらいで終わるじゃん、うん、で俺らが素人で行ってもスピードを落としてもまあ大体10分ぐらいかみたいな、満足できっかなって思って、うん、で、まあ、乗馬体験って言って、はい、後であの画像出しますけど、はい、あのじゃあシェリーさん最初じゃあ乗ってくださいって言って、で、うん、じゃあこうやって乗ってくださいね、乗ってくださいねって乗ってる時の写真を俺撮ったの、はい、見せたっけ、見てないよね、見て顔引きつってあの、ね、いや今回乗馬って言ってもやっぱりあの外外周何キロコースで何千円っていうのあって、最初そっちやりたかったんですけど、うん、やっぱ全くの未経験者だからさすがに怖いなと思って、内周で行こうとね、そうそう、パドックだけで行ってみよう、そうで、モンチさんも乗れる馬が良かったから、うん、あの聞いたらそのパドック用の大馬さんだったら大丈夫だよって言われたんで、じゃあそれでって言って、なんか多分お金ちょっと余裕があったんで、あのパドックで余裕があったら外周も行ってみっかみたいなノリで行ったんだよね、最初ね。で、じゃあシリーさん、じゃあ乗ってきてって言って、最初乗ったら、まあ顔すんげえ引きつってて。まず起こして、遠く見て。あんね、ポニーしか乗ったことないでしょ。で、私自分が172あるんだけど、うん、まず馬が私よりでかいわけですよ。余裕でね。余裕でね。それの背に乗るわけですよ。うん、視界がやばい。すっごい高いのね。待って、私この高さ知らないと思って。高いとこ割と平気ですけど、あれは本当に怖かった。あのね、高所だよね、あれはもう完全に。しかも、あの、手綱じゃなくって、こうがっしり、うん、スティックみたいなのを持ってるだけだから、自分がちょっと体ずらすと落ちるわけですよ。そうだね、そうだ、ちゃんと自分でまっすぐに乗って、うん、あの掴んでないと本当に馬の揺れで落ちちゃうから、うん、もうその時点でもう歩いてないのにもう怖くてあ、ちょっと後悔
スタートの時点でまず高さで怖いし、それが歩き出すじゃないですか。でゆっくりゆっくり歩いてくれるオウムさんではあったんですけど、もっと競走馬なんですよ。そうなのよね、そうなのよ。だからこの高さで、あのジョッキーがあの速さで走ってる、中腰で乗ってるって考えると恐怖でしかなかった。あの速さはで、外周それこそね、倍の値段ぐらい払って外周いけますよってだけど、これ俺外周振り落とされる可能性があるな、うん、そう。実際うちらがパドックの中をパッカラパッカラ歩いてる時に、多分そこの牧場のスタッフさんなんですけど、お姉さんが競走馬、元競走馬に乗って走りの練習をしたんですよ。尋常じゃない速さで走ってるわけですよ。それこそ本当に競馬よりも全然遅いよ。全然遅いんだけど、俺らがこうやってる中は颯爽とバーって逆回り、手綱持ってパッカラパッカラ行くわけですよ。これは無理だわと。結構こう上下するからすげえ怖いなと思って。体幹じゃないけど、ちゃんとバランス取れるじゃないと、あれはきついな。ちょっと下半身の筋トレしないとこれ無理だわ。まあ乗れるだろうよ、乗れるだろうけど、多分相当なんか楽しいじゃなくなってきちゃうなと思って。多分私尋常じゃないくらいここ強く握ってたもん。怖すぎて。本当にゆっくりゆっくり、スタッフ、手綱持ってるスタッフさんも大間さんも歩いてくれるんですけど、やっぱり揺れるもんだし、砂、足元がダートだから怖いんだよね。怖え。私がちょっと重心ずらしたらこれ落ちるなと。そうそうそう、いやすごかった。でもいい経験ではあったかな。元とはいえ競走馬に乗ったわけですから、だからもう完全に競走馬っていうことは、そのね、芝を走ってた、G1 だかなんか一回出た馬なんで、そう、勝ったことはないんだけど、一応 G1 に出てたことがある大馬さんらしくて、でその子以外にも、もともと誘導馬として働いてた子もいたりとか、あとは実際レースに出てた子、で、ディープインパクトの子供に当たる子だったりとかってのもいたんですよ。何気にすごいね、牧場だったんだよね。それが1回1000円で乗れる。1000円だっけ。1000円です。乗った方がいいよ。パドックの中だけだったら1000円で、乗馬の初心者コースだと1キロで3000円。でもね、初心者コースでもまずパドックでちょっとね、怖えなと思う高さ。スプリンターズで3000ですよ。言ってしまえば。確かにそうだ。だから乗馬やるんだったらちゃんと私は通いたいなと思って。乗馬クラブね、水戸にあるんですよ。でもね、あなたのこう夢が今どんどん叶ってるからね。そう、すごい乗馬これは叶ったね。さすがにいい経験ではあったけど、そこで、お土産コーナーを見てた時にこれね、知ってます、おしどりミルクケーキっていうのもあるんですけど、山形にね。それ何味だ。これミルクケーキストロベリーです。でこれがミルクケーキ、普通のね、食べる牛乳です。でミルクケーキっていうのが多分山形のその日本生乳っていうところのおしどりミルクケーキっていうその商標だと思ってたから、いやいやパクったわこれ、やったわ俺山形県人やぞと思って、後ろ見たら製造者日本生乳って書いてあって、正式な商品、そう正式で、下の方にちゃんとね、飛んでるわ、下の方にほら千本松牧場って書いてあるのよ。だからちゃんとしたブランドでね、あった。食べたいんですよ私。ミルクセーキじゃん、ミルクセーキも好きだけどミルクケーキ大好き。でも山形粉おーい。私のせいじゃないもん。そうね、多分俺一回落としたんだよな。そう、山形いる前からミルクケーキっては知ってたんでしょ。大好き、子供の頃から食べてる。でミルクケーキってそのもともと千葉の人じゃん、はい、よくよく聞いたらあっちにないのね。ないけど、あんまり売ってないよね。駄菓子屋とかにはあったよ。駄菓子屋にミルクケーキはねえな。駄菓子屋で買ってた。バナヤンとかはあったけど。何それ。まあ今日ラジオ枠なんでちょっと話ぶれますけど、駄菓子屋、駄菓子の話していい？いいよ、駄菓子かし。
うん、断るの？駄菓子でさ、うん、まあランキング的に1位がうまい棒だったのよ、調べたら。ほう。まあそりゃそうだな、知名度的にもね、うん、安いし、うめえ。うめえな、このポリポリいける感じがいいよね。ミルクケーキは駄菓子じゃねえだろ。駄菓子屋になったんだよ。まあ、センスはいいわ、うん、多分スーパーのお菓子コーナーにもある。ああそれは、うん、いろんなとこに売ってるもので山形のものじゃねえものだって言われてるものの中の一つで、ミルクケーキ、うん、ミルクケーキ、おやつカルパス、全六豆、そう、ここら辺みんな山形のものだと思われてないからね、うん、え、そうなの？みんな言うから。初めて会う人には元禄豆の産地ですよって言うんだけど、ホテルで、うん、なんかお土産買おうかなと思って、いろんなね、漬物だったり缶詰だったり瓶詰だったり、うん、まあ、お酒だったりいろいろありましたよ。そんな中でなんかシェリーさんがやべえの見つけたっつって、うん、まあなんかネタにとかねだったりとかなるんだったらいいけど、そんなにやべえのってねえじゃん、うん、辛いのとかだったら、まあそれもちょっとな、ラジオ枠でやるのもどうなんだろうみたいなのを考えながら、何って言ったら、なんかそれが買ってきたのこれなんですけど、モンキーかわいいじゃん。日光モンキー、俺ら日光行ってねえのにな。日光東照宮が近いんですよ、鬼怒川から。そう、見ざる言わざる聞かざるってあるんですけど、うん、あのここにね、この青いのが聞くモンキーで、これが言うモンキーで、これがあの見るモンキーで、めっちゃ目キラキラしてる。かわいい。一応あのプリントラングド社なんで、うん、クッキーなんですけど、うん、これも開けてみましょうかね、じゃあ、うん、ずっとそれ食べたい。ちょっとね、企画でできなかったもんで。見た目がかわいい。でも最近の修学旅行も日光って行くのかね。私は行きました。私は家族旅行でしか行ったことないんですよ。うん、あ、違う、小学校の時は江戸村行ってっからな。俺、スズメの、あの焼き鳥食っても。逆に江戸村は行ってない。ああ、江戸村行って、スズメと鴨の焼き鳥食って超うまかったんだよ。とんでもねえな。でもスズメは大体売ってないけど、カモは未だに好き。うん、大変ね。カモつくね、そこでやって、うん、小学校の時から俺カモつくね好きだったんだよね。すごい。すげえ酒飲みになるなって言われて。あ、かわいい。割れてる。ああ、割れちゃってる。こんな感じです。あ、はい、それがあの見るモンキー、それが聞くモンキー、聞くモンキーか、あ、違う、それは見るモンキー、見るモンキー、それが聞くモンキー、言うモンキー、これで口軽いやつ。かわいい、かわいいですね。本当ラングドシャ好きなので、うん、白い恋人とか買っちゃうからね。白い恋人とか、面白い恋人とかね。赤い恋人とかね。赤い恋人はもう完全に階段だよね。福岡にあるんですよ。そうだね。面白い恋人は大阪にあるけど、あれあの一回訴訟されてるから。はい、そうなんです。いただきます。うん、あーいいね、うん、軽い、うまっ。今日はこの子はサムネなんです、うん。かわいい。なんでも大体こうずっと2年間ぐらいほぼほぼ旅行とかってもう行ってなかったね。近場でも面白かったね。帰省すらしてないからね。してない。2年間どっちも千葉にも山形にも帰ってないんで。旅行って、旅行らしい旅行は行ってないし、うん、あのそれこそひょっとした健康センターみたいなところも行くのをためらっていたので、う
温泉にすら使ってなかったわけですよ。温泉も今回はラベンダーの湯でしたね。そうだねちゃんとあれラベンダーが袋に入ってて、あのそこから煮出すわけじゃないけど、そこからこう出汁が出てる状態。ラベンダーの方のその袋は見つけられなかったな。あの柱にくくりつける、あの残酷、揉まないでねって書いてある。あ、揉むとえぐみが出ちゃうじゃないじゃあ飲まねえよ揉む飲まない。揉んだらえぐみが出るって飲んでんじゃん絶対えぐみが出るってもうえぐみって言ってんじゃんもうなるほどね、うん、見つからなかったな。落ち葉さんとね、虫さんはあのもう温泉が大好きだから、うん、見つけたら救ってあげてねって書いてあったけど、メガネ外してるから全く見えなかったなんだったらあのマスクしたまんま普通にその露天風呂のところまで行って、さあ頭洗うかってはって鏡見た瞬間にマスクしてるのに気づいて、何も言わず無言でマスクを外す。いや大丈夫じゃね、もう一緒にそのね風呂入ってる人たちからあの人すげえ意識高いと思うギリギリまでマスクつけてるからマジで気づかなかった、自分がマスクつけたまんまだということに。スーパー恥ずかしかったんでしょ。濡らす前でよかったわびっしょびしょになって帰りマスクつけれない自作濡れマスク外部から濡れてるって俺はそのすぐちょっとのぼせやすいというか熱くなりやすいので、うん、もう入ってすぐ出て、入ってすぐ出ての繰り返しでゆっくり入ってんだけど、入ってすぐ出る、その入り5分だとしたら出るのに10分ぐらいただもうクールダウンできないからどんどんその時間が短くなってって、もう無理って言って上がるんだけど結構温度高かったからね。そう、ですぐ温まりやすかったのよ、うん、何の効果かすごい良くて。でちょうど泊まったホテルが有料ではあるんですけど、貸し切り風呂もあったんですよ。だいたい20人の人が入れるぐらいの広さの貸し切り風呂があって、1組50分で、うん、あの貸してもらえるんですけど、うん、気になったんで借りたんです、うん、やっぱ案の定それぐらい入るぐらい大きかったんで思わず泳ぎましたよねまあでもそう、内風呂と露天風呂とって全部入ってきて、うん、まあ気持ちよかったね。だってさ、自宅の風呂はおろかさ、普通のそういう健康センターみたいなとこ行っても泳げないじゃないですか、お風呂でまあそうだね、健康センターで泳いでるやついたらケツ引っ張るもんな。痛いで、でかい風呂で平泳ぎする34歳あ楽しかったよかったです。さすがにね、クロールはできなかった。そこまで広くないから。多分ね、あの下こう掘らなきゃいけない。ザリッつって。怪我する。いい子は真似しないでね。そう、遠出まで行って怪我したくないね。泳いじゃいけないっていうマナーのもとでやってるから、ね。そうです。まあでも楽しかったね。なんかゆっくりできた久々に。屋上ではパターゴルフもしましたね。ああそう、そうなんですよ。スコアの付け方全くわからないもんって。私はそのゴルフはないですけど、親父がゴルフやってたりしてたんでわかるんですけど、なんかパー4だったらどういう点数なのみたいなとこから始まったでしょ。だってパターゴルフやったことあるんですよ子供の頃からやったことあるけど、だいたいスコアつけるのは母親だったんで、私はもう打つだけっていうだからパー3、パー4、パー5ってね、うん、距離的に変わってくるのもちょっと分かってなかったので、うん、長いと難しいからね。だいたいパー3とかじゃないとホールインワンって出ないから、うん、ゴルフで。いやでも難しかったね、パターゴルフは。なかなか考えられたコースで本当にね、なんかそういうアスレチックな番組に出た感じむずいのよ、本当にむずかったあれは。ちょうどうちらがパターゴルフやってる隣がテニスコートだったんですよね、うん、ただ大学生と思われるグループがキャッキャテニスやってて青春だななんでだよ、別にいいじゃん。キャッキャしてんなと思って若いっていいなと思って。別にテニスぐらいするでしょう、ね、その横であのカンカン打って入らん入らんアウトファウルドボンってもうそう、あの40打50打普通にいたもんね。あれはコースが難しかったよ。むずい、あのね、むずい、あれはすごいむずいよ。そこの人通すだけでしょって言ったら誰かを殴りたいね
最初言ったからね。え、でもさ、そこ通すだけだよね。いやいや、これ難しいよって言って通ったんだよ。通ったけど、その勢いのままね、落ちていったんだよ。パターゴルフってそういうもんでしょ。コースアウトしていったんだよ。まだ上飛ばさないだけ難易度低いでしょ。あの、いろいろそう、アクティビティ俺はまあ、あのアーチェリーとかやったんだけど、そうそう、まあ難しかったね。アーチェリーもあったし、あとサイクリングもあった、ね、サイクリングもあった、あと逆バンジーじゃなくて、なんだあれ、トランポリンみたいなのあったりとかね、うん、子供向け の, あの乗り物のやつとかも100円入れて動くようなやつね、うん、もあったりとかして、あとね、いや、いっぱいあったな。なんか千本松牧場で検索してもらえるとだいぶ広いんで、そう、あのアクティビティ系は有料ですけど、うん、あのさっきも言った通り入場料とか駐車場代はかからないので、そうそう、本当に現地でのご飯代とかお土産代、あとはそういうアクティビティ代ぐらいしかかからないです。だいたい駐車場と入場料で下手したら5,000円とか取るところもあるんですけど、うん、5,000円で遊べるもんね。そうそう。今はあの時節柄もあって、あの小動物の触れ合いはできなくなってるんですけど、うさぎさんとかはいなかったね。そうそう、うん、ただ普通にあのヤギとかね、鳥とかね、あのいっぱいいましたよね。あ、そうそうそう、あの動物園的な触れ合いじゃないけど、餌やりはできる感じだったから、うん、いうところが奥にあって、うん、そこにね、あの私も展示されてきた。後で写真出しておくけど、人って書いてあって、あの人が入れるようになってるんですよ。で、椅子が用意されてて、そこに座るとさもその人かの何かが展示されてるかのようなあの作りになってる。でもまあ写真で見せるけど、よく見ると後ろの方に仙人みたいなヤギいたんだ。そう、貫禄が違う。人だけど、あれ後ろヤギじゃねみたいな。あとあの羊のショーンみたいなのついたよね。そうそう、羊のショーンの元になった羊がいたりとか、あと一匹だけ逃げ出してるインコとか、オウムね、オウムだっけあれ、赤線インコ、インコじゃないか、黄緑だから多分あれはインコだと思うけど、インコが一匹だけ脱走してるんだよね。どっから逃げたんだろうって。可愛かったけど、ちゃんとあれは捕まえられたんでしょう。まあでも多分あそこからね、一羽だけ逃げ出すってことはないと思うから、ちゃんとしてた、本当に。で、今は営業してなかったんですけど、足湯もあったり、あの天然温泉もあったり、 あとはブルーベリーとかのフルーツ狩りができるような場所もあったりとかするので。東京ドーム何個分だっけ。128個。そう、あのなんかね、換算するのにも、うん、あの想像ができない、想像できないね。まず東京ドーム1個を何として換算してんのみたいな。広すぎて換算できない。もうちょっとさ、なんか世田谷区とかで見た方がいいんじゃねみたいな。なんか東京ドーム128個は全然想像つかないぐらい相当でかいんだろうなっていうのもあるけど、だからあのね、コロナがなかったらもっといろいろ楽しめたんだろうなと思うんですけど、外周ぐるーっと回ったら、まあそこから入れなかったんだけど、うん、ゴルフ場まであったからね、そうそうそう、普通の、うん、あそこ相当やばいぐらい広いよ、うんうん、放牧したりとかね、普通に。結構体験ものもできて、バター作りとかキャンドル作りとかそういうのもあのできるので、お子さんがいる人はね、そうだね、いいかもしれない、牛の乳搾りとか、 そこから搾ったやつで多分バターとかね、うん、作るんだろうから、作ったりとかもできるし、うん、面白かったね、うん、そこはいいですね。でまあ帰ってきてる途中で、餃子をね、宇都宮にね、フラッと言ってね。まあそういう流れになります。自然の摂理です。宇都宮に寄って帰る。餃子とりあえず食うかみたいな。餃子っていうか、あの日は中本に行ったんです。あの日中本だっけ。そう、その次の日に餃子食べに行ったんです。あ、そうかそうか。そうだそうだ。まあ中本、そう、中本がないんですよ、茨城に。そうなんです。蒙古タンメン中本が茨城にはございません。そう、一番近いのが宇都宮っていう。そうなんです。今まで川崎とか ね、大宮、大宮、あと池袋、池袋、新宿、俺行ったの2店舗かな、うん、1店舗か、行ったのは、うん、1回だけだもんな、うん、川崎ですね、川崎しか行ってないんで、その時に行ったぐらいで、うん、全然あのもうカップ麺はまあ食えるけど、ね、生麺にはかなわないんですよね。カップ麺の濃厚麺はあんまり私好きじゃなくて、あでまあ食べに行きまして、店舗が一番初めての蒙古タンメンでした私は。
あ、そうか、前回は違うんだね。味噌タンメンですね。で、めっちゃ辛いんだけど、あそこは食えるね。そう、うん、辛さだけで言うと、茨城にある茨城タンメンっていうまたラーメン屋さんがあるんですけど、うん、そこの雷神っていう激辛ラーメンがあるんですよ。その雷神の方が辛い、うん、なって思った。中辛を普段食べてる人間からすると。そうなんだよ。あの茨城タンメンはあって、あれはもう、まあ、ホワジャンっていうか結構な唐辛子と、うん、あとはタンメンなんで、うん、でこっちは麻婆が乗ってる、中本は麻婆が乗ってる、うん、茨城タンメンの方を最近はずっと行ってて、うん、シェリーさんお気に入りなんで、うん、で行ってるんだけど、シェリーさん中辛いつも来てる、はい、で俺は濃厚タンメンにこの辛い麻婆をちょっともらう、うん、でそのセットでこのちょっと入れるだけで十分、微調節をしながら。そう、私中辛食ったらもう次の日会社行けない。なんか濃厚タンメンは最後まで辛いけど、最後まで普通にうまうまって食べれるんですよ。雷神タンメンの中辛は途中から食べるのを諦めたくなるんですよ。うん、でも美味しいんだよ、美味しいんだよ。でも絶対に中辛の下頼まないよね。で一回下を頼んだら物足りなかった、うん、で普通食えばいいのにっつって、いや中辛で、で中辛食った後に辛いっつって、バカなのかなと思って、で激辛を食べれない。そう、中辛の上があってね、あれはちょっと勇気を出しても食えない。私にはその勇気はない。本当に店舗に許可をもらって撮影するぐらいの勢いじゃなかったら俺無理だと思う。多分あのね、次の日休みでとかちゃんとコンディション整えられるんだったらいいけど、ちょっと普通にじゃあ激辛食い行くかってテンションにはならんね。ね、うん、美味しいんだよ。しかも、でも、あのね、まあ茨城にはない味なんで、中本で食べて、はい、ごちそうさまでしたと。で次の日シェリーさん仕事ですと、はい、でも仕事が早く終わると、はい、で私はまだ休みだったんです1日、はい、ああでも編集もね、その時は終わってたんで、うん、今日は作行くかって。また次の日宇都宮行って、職場から車ブーンって走らせて。職場からだとね1時間かからずに行けるんですよ。鬼怒川も2時間かかんないしね。2時間かかんない。鬼怒川に行った日も私仕事してましたからね。そう、仕事終わりで温泉行くって。なんて贅沢。でもね、そっちの方が楽なんです私も。そう、実は一泊と半日ぐらいしかいなかったんだけど、3日ぐらい休みを過ごしたぐらいの充実感があって、本気で仕事に行きたくなかった。3日どころがなんかすげえげんなりしたもんね。ああ仕事行きたくなかった。なんかその2年分のやつを本当にその3日間で取り返すぐらいには楽しかったのに。そう、うん、行ったところとしてはね、鬼怒川と千本松しかないんですけど。そう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 、ああすごかったね。なんか充実感が半端なかった。下手にこうなんか東京行ってワイワイ騒いで帰ってくるよりも全然充実してて、人間もね自然に放牧された方がいいんですよ。開放的になった方がいいんですよ。走らなきゃダメ。クロノジェネスの話。クロノジェネスとレイパパレみたいにね。走らなきゃダメなんですよ。まあでも、うん、今回は良かったんで、うん、まあ、餃子もねいつも行ってるそのキラッセっていうところがあって、はい、本店さんがねあるんですよ。そう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 、ドンキホーテの地下、メガドンキの地下にあって、でまあ毎週週5日間でここ5日間で1店舗だけ休みになって、はい、その日は龍門ってとこも休みだったんですけど、全店舗分買ってね。そう、定食に始まって足りなかったら違う店の餃子を買ってきて、そう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 、たらふく食べましたね。そうで、今回ちょっとここで言いたいって、ここで言っても解決するかわかんないけど、あの黒スープ餃子、はい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 、はい、っていうのがあって、得体の知れないやつね。そう、得体の知れない味で、得体の知れない甘さなのにめっちゃうまいのよ。得体の知れない黒いものなの。そうそう、得体の知れない黒いスープなんだけど、これだけ聞いたら本当に重そうに聞こえないんだけど、すっごい美味しいの。甘くて、でもあの砂糖みたいな甘さじゃなくて、うん、みりんとかに近い甘さなんだよ。うん、料理でいうとこの美味しい甘さってあるよね。そうそうそう、その甘さなんだけど、なんだろう、絶妙なバランスというか。そう、あのワインソムリエのごとく口の中でスープを転がしてみたんだけど、全くわからないんですよ。そう、だいたいシェリーさんってまあ、料理教室やってたりとか、あの今もね、ケーキやってたりとか、はい、その
ね、料理もするし味見とかね、匂いやってるのは得意なんですけど、うん、俺もそんなに不得意な方じゃないんだけど、何も具材が出てこなかったの。これは何を混ぜてこの味なの？そう。だからもしそのコメントとかでね、分かる人がいれば、これはもう分かるまでずっと言い続けようかなと思って。黒スープ餃子なの中身を知りたい。スープの元が知りたい。めちゃ調べてもね、そんな出てこなかったのよね。そう、秘伝なんですかね。受け継がれていくんでしょう。今回いろんなね、ミンミンとか、メンメンとか、サツキ。まあそのさらにね、うん、まあ5店舗中4店舗あったから全部食ったんだけど、うん、俺の今回の MVP はその黒スープ餃子だった、うん、あれ美味しかったね。美味しい、本当に美味しい。だから分かんねえんだよね、未だに得体の知れない黒いただ本当におすすめするぐらいめちゃくちゃ美味しい。ハッピーターンの粉かなっていうぐらいの闇中毒性があるだってスープ全部飲んだんだよあれ確か俺。うん、それぐらい美味しかった。美味しかった。中に入ってる水餃子もあのもちろん美味しいんですけど、うん、スープが何より美味しい。美味しい。でその黒スープに合わせてご飯食うのめっちゃうまいのよ。超合うのあれ。あれは何が入ってるんですかね。ホイコーローみたいな感覚なんだろうね。その甘さでも辛さはないしなみたいな。糸唐辛子乗ってんだけど、その辛くはない。辛くはない。あれは何が入ってるんですかね。ちょっと今回その黒スープ餃子キラッセに置いてある黒スープ餃子出してるの多分1店舗しかないんで、うん、あの黒スープ餃子の謎だけは解いてから死にたい、うん、令和3年の謎ですいつ解けん、まあ、なんか頑張って調べたらそのうち解けそうだけど違うんだよ、なんかこうね納得したいっていうのはあるじゃん、うん、情報提供を求めます、はい、あコメントでもいいですし、まあ、SNS 周りでもなんか DM あったら教えてください。お願いします、はい、こんな終わり方でいいのかなまあね、今回はちょっとラジオ枠ということでまったりまったり、まったりとお話ししましたけども、顔ちっちゃいな今日、私がでかい見たくなるからやめてそうグリーンバックにしてからね、後ろがすごいねなんか広く感じるんだよね。並ぶと私の方がちっちゃいんだけど、並んだらそらおじさんの顔ですよそれぬんということでね、まあこっちの画面を今回ちょっと気にしないでね、ラジオ枠ということで話したんで、皆さんもねあのなんか音声データとして聞いていただければと思いますもう今やってないからあれだけど、スロットの吉宗のこの上とか80% パン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 って分かる人しか分かんないよ、じいさまだってーなーってすいませんこっちだけってのはあるよ、そう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 、なんだよ違うプレミアだったのにさーつってなんで両側分かんねえんだよやめなさい、はい、今やってないからよく分かってないもんはい、ということでまあ概要欄の方にまあ鬼怒川御苑、あと千本松牧場、あでも千本松牧場ってさホームページなかったよね、調べれば出てくるんじゃない、出てくるのかな、うん、千本松牧場と鬼怒川御苑 のサイトを載せておきたいと思います。あとは、SNS 周り、Twitter、Instagram、Pixiv なんかもやってますので、ぜひとも、見てみてください、はい、パソコンで見ている方は、最新動画再生リストのリンクだったり、あとはうちのロゴマークの方からチャンネル登録できますので、まあ久々にラジオワークやりましたけども、今後もまた続けていきたいと思いますので、ぜひ聞いてみてはと思います。30分ぐらいなんでね、ちょこちょこ聞ければと思います。ああペヤングさようならペヤングということで、今回は鬼怒川の旅行記の話でした。ということで、ね、また次回お会いしましょう。バイバイ、バイバイ。